アラフォー世代になると、自分が加齢臭を出していないか、周囲の反応が気になります。そこで、加齢臭の原因ともなる、頭皮の匂いを一発で解消する、効果的なテクニックを3つご紹介。紫外線量が増え出す初夏は、肌のケアだけでなく、頭皮のケアも怠らないことが、アンチエイジングにつながります。頭皮は日光が直接当たるため、体の中でもダメージの多いゾーン。頭皮が焼けると、薄毛や細毛を誘発してしまうので、頭皮用の日焼け止めや、日傘でしっかり防御しましょう。そしてもう一つ気になるのが、匂いの問題。頭皮の匂いが気になる、という悩みは、アラフォーから増えてきます。これって加齢臭、と不安に感じると思いますが、そもそも皮脂は年齢とともに、粘性が強くなるもの。そのため、20代の頃と同じシャンプー法では、汚れがきちんと落ちきらない、という現実があるのです。しかし、汚れオフのポイントを理解すれば、匂いをきちんと消すことは可能です。加齢臭かも、とショックを受ける前に、まずは普段のケアを、見直すことから始めましょう。加齢臭の原因は、トリートメントの間違った使い方。アラフォー世代は、加齢臭を気にする一方で、普段のお手入れが、きちんとできていない人が多いのです。子育て中の人は、幼い子供と一緒に入浴することで、自分のことは後回しになりがち。シャンプーも、とにかく短時間で仕上げることが、優先されてしまうのも当然です。さらに30代後半頃から、髪そのもののダメージが、以前より増えるため、どうしてもトリートメントが中心の、ケアになりがち。ところが、トリートメントの間違った使い方は、加齢臭を招くことがあるのです。トリートメントは、傷んだ髪の修復に使用するアイテム。本来、毛先から中間部分に、塗布するものですが、ダメージを気にする人は、根元から毛先まで、たっぷり塗布する傾向があります。すると、頭皮にもトリートメントがべったりとつき、油分過多な環境になってしまいます。しかも、トリートメントは、すすぎすぎない方が効果的、という誤った情報を、未だに引きずる人が少なくありません。自らが、頭皮を一層べたつかせる、原因を作っているのです。頭皮の匂いを、一発で消すテクニック3箇条。アラフォー世代は、若い頃とは皮脂の質が違います。皮脂は年齢とともに粘性が強くなり、落ちにくくなっているので、頭髪の洗い方を見直しましょう。1、予洗いが一番大事。シャンプーは頭皮を洗う。予洗いとは、ざっと汚れを落としておくこと。だいたい1分を目安に行うと、汚れの7割程度が、落ちると言われています。また、頭皮に十分な水分が行き渡り、シャンプーの泡立ちも良くなります。シャンプーは、髪に直接つけて洗うと、それだけで洗った気になるので NG。適量を手のひらに取ったら、髪ではなく頭皮に乗せて、そこで一気に指の腹で、マッサージしながら泡立てましょう。2、すすぎ残しが匂いを作る。徹底的に流す。せっかく頭皮を洗っても、シャンプー剤が残ると、匂いが発生します。シャワーは上から当て、指の腹で髪をかき分け、まんべんなく洗い流しましょう。特に襟足と耳後ろは、舌を向き髪をかき分け、しっかりとすすぎます。3、トリートメントは毛先から中間のみ、十分に流し落とす。最近は頭皮用トリートメントや、クリームも発売されていますが、通常のタイプは、頭皮につけないようにします。シャンプーでせっかく汚れや、油を取り除いたのに、また油分をのせることになります。おまけに、根元側にトリートメントをつけると、
髪にボリュームのない人ほど余計にペタッとしてしまうので注意が必要です。すすぎはシャンプー同様十分に洗い流し余計な油分を落とすことが鉄則。すすぎすぎると髪がきしむ気がすると不安な人は髪の毛先から中間にコンディショナーを少量プラスしましょう。トリートメントは髪の毛の内部に浸透するので基本的にはどんなにすすいでも全て洗い流れてしまうことはないのでご安心を。匂いが発生しやすいのは頭頂部、襟足、耳後ろ、頭部の中でも特に匂いが発生しやすい箇所があります。それは頭頂部、襟足、耳後ろ、さらに生え際も額の皮脂が混ざりやすいので丁寧に洗いましょう。耳後ろと襟足の匂いの原因に多いのが洗い残しとすすぎ残しです。特に耳後ろはシャンプーとトリートメントの残留が目立つゾーン、気を配りましょう。40代の髪は毛足大で美しさをキープできます。ぜひトライしてみてください。